お代わりください。二百二十六杯目。はい、皆様、こんばんは。ちょっと今日声を高くして言ってみたんですけど、どうですかね。<laughs> わけのわからないまま、始まりましたけれども。 木曜夜9時です12月22日、明日からクリスマスなんて言ったらいいのかなクリスマスウィークが今週だから <laughs> まあね、皆さん浮かれポンチな感じでクリスマスを迎えられると思うんですが22日、明日は天皇誕生日だったやつが何かの日になったんだっけ天皇誕生日か。土曜日がクリスマスイブとで日曜日がクリスマスと。 まあ、皆様浮かれているとは思いますが今日も平常運行お変わりください私ナーミーがお送りしたいいと思いますそしてなんか今日はねお菓子祭りみたいになってるんですけどあのー、大事なことを今日一つねあのクリスマスの前なのでおそらくあの幸せそうな曲もあれば別れの曲もありますしでも「あのー、おかわりください」 今回はですね来年が鳥年ということで鳥にまつわる歌のリクエストを今日は受け付けたいと思っておりますなんかね自分一人じゃ思い浮かばないんですけど結構皆さんに声をかけるといろんな曲が出てくるんじゃないかなと思って楽しみにしておりますので今日も皆様からのリクエストのメッセージお待ちしておりますそして今日が年内最後の放送ということで残念ですね来週はあの来ないでくれって言われて <laughs> 休んでくださいって言われてるので、まあ、ありがたく休ませていただきますよっていうね。はい、ということでこメールはこちらまで7 6 1 f m c o z a j p 7 6 1 f m c o z a j p までお待ちしております。なんかツイキャスもねいっぱい見てくれてるんですよありがとうございます。これは誰だ誰だ ゆう、ね、さんもこんばんは鳥のリクエストお願いしますやっぱ先週聞いてくれてましたからねコッコでひよこ豚のテーマパート2 <laughs> なんでパート2なのかは謎ですがなければ生き物係がかりのブルーバードてほらやっぱ出てくるんですよ皆さんうんあジェヒョンさんもこんばんは <laughs> ああ忘年会ぶりですねお元気ですかそして倖田來未ファンさんからも来てますねこんばんはルドルフさんも久しぶりですね そしてリクエストも続々「相川鳴らせで鳥になれたら」とか聞いたことない気がする分かんないみんなよく知ってますね私の中の鳥はあの一曲しかないですけどねはいじゃああれだなもうお菓子食べながらっていうかお菓子食べなきゃいけないので今日は曲をどんどんかけましょうかね曲今日はっていうかいつもなんですけど。 ね、お菓子食べる時間なのでええということで今日の1曲目私がこれだと思った曲を聴いていただきたいと思います。杉田香織で鳥の歌 はいバリバリバリ <laughs> お届けしましたのは杉田香織でで鳥の歌でございましたあのネ、ね、ルドルフさんからもメッセージが来てますが「今日は変なおやつありますか?」っていうことでいただいてるんですけれども変変なななおおややつつととでないものとありますでまずあの前の番組今日ちょっと初めてゲストにというかあのちょこんとお邪魔させていただいたんですが前の番組の DAIGO&TOMOHIRO アワーの DAIGO さんから今日もいただきました。 これがねい,いつもプレミアムとかきょうキンキラキンのやつをいつもいただくんですけどねありがとうございます小枝プレミアム濃いチーズ味まるでチーズ濃厚な味わいなのに口溶ける新提案甘くないチーズおつまみチョコレート塩味とナッツがアクセントということで期間限定のチョコレートでございます匂いがねチーズなんですけど最後になんかチョコレートの甘い香りがしますねそれと多分健康を気い <laughs> しますそっちまであと多分健康を気遣ってくれたのか体型を気遣ってくれたのかチアシードがミランダカーが大好きなチアシードですねイメージがそうなんですけどぎっしり黒ご,、ま、黒ごまにチアシードザクッと香ばしい味わいですナチュラルローソンのお菓子をいただきましたはいなんかみんなあれだなすごい すごいとこついてきますねこのリクエスト曲い知らないとこばっかりないか、ね、<laughs> そうだからそれがびっくりするんだよねやっぱり聞いてみるもんですね,もう,ですねもう鳥の歌とね「メダカの兄弟」って言ってたぐらいですが、ね、<laughs> 超低レベルなあれですよパーソナリティですよ結構ないっす結構ない軽運、うん、くもないえっとあるの言っときますね <laughs> はい まじ <laughs> <マジ>かけ <laughs> いちゃん。<laughs> 皆さんすいません <laughs>。えっとツバメ泣いて本当変ですよね。チェリーブロッサム歌詞の中にツバメあ、あツバメが飛ぶね。あー、杉田薫、いみちおじさんもね。さっきもコメントくれてましたけど。 西田敏行が演じた池中源太判断80キロっていうドラマを思い出すあ,はありましたね電線温度も確かにす先生にスズ,メスズメが止まってたやつですよね赤い鳥逃げたもいいですね秋名ちゃんこれはもう関さんお菓子をお預けにして頑張ってもらわないといけないですね,ですねさあちょっと今調べる時間欲しいですよねえ <laughs>、ま、えー えー、いや、あの時代だから、多分カタカナで全然大丈夫だと思うんですけど。あ、ない、そうです。まあ、とりあえず、あの、関さん、今ちょっと曲、あの、探すのに忙しいので。続けて、どんどん鳥の曲、お届けしていきたいと思います。えー、一番乗りでですね、鳥の歌、リクエストをしてくださった、ゆうさんから。 曲は生き物がかりでブルーバード」。 お届けしましたのは、生き物係ブルーバードゆうさんからのリクエストでした。なんか年末だから元気なのかなって思ってるでしょ。昨日ソムチャイに行ったんですん、ね。そう、今の私に足りないのはソムチャ。イ <laughs> え、あの、そう言い,言い聞かせましてですね。昨日、あのクリスマス前のゆう、の大事なお休みだったんですけど、そう、小座までね、やってきてね、<laughs> ソムチャイでね。<laughs> 一人で二品食べてね、持ち帰りしてね。<laughs> 晩ご飯もそうちゃいっていうね。うクレイジーな <laughs>。そう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 。もうね、もう食べ納めだと思ったら、来週もう一回来れそうなんですよ。<laughs> あれ、みたいな、しくったと思って、しょうがない、ってまた来週も来れたら来ますって言って。 本当にね目も当てられない感じでしたけれども <laughs> そうですよねそうですよね明らかにねなんか年末だからとかそういうことじゃないわけですよまあでもソムチャイあってよかったソムチャイありがとうっていうことであの大事なエッセンスになっておりますそしてねあの新一郎が来ましたイエーイイイエーイイイエイイエ <laughs> <い> 最初,最初とも言えるいやそんなことないですよ <laughs> 何言ってるか分かりませんけどなんかちょっと深そうなことを言おうかなと思って <laughs> なんかついてないついてるのかついてないのか今日あの謎のプッチンプリンを食べなきゃいけない回なので確保 <laughs> <俺>してください、ね、30分まで,でしか入れないんですよ <laughs> <laughs> 何ですかそれ <laughs> 杉国際通そうだから本当はくじつくようだやったんですけどちででめちゃめちゃ混んでる、うん、どっか 空港の近くで事故事故もあったよ。いやもうなんていうんですか。オロクから来たんですけど、オロクから来て国際通りに戻っオロクから来てオロクからそのなんていうんですか。那覇の熊印とかまでもうずっと来ましたああ<ー>本当に最悪なパターンですね。そ,<う>その私熊印から来ましたけど、1時間以上かかりましたよ。<laughs> 大変ですね,ですね年末ですからね工事も多いです大体,でも大体の人意味ない人なのであの人たちは久しぶりに来て意味ない人って久しぶりに来て意味ない人いわ。<laughs> さあどうしましょうなんかね今日は今年最後じゃないですか、うん はい、クリスマス前じゃないですか。でも、あのクリスマスソングはかけないっていうポリシー。ああ、いいですね。鳥の歌をこう。鳥の。来、来年鳥年なので。鳥ういうこと。歌をって言ったらいい。え、来、来てるっていうね。ああ、鳥の歌。そう。一応、今、全部探したんですけど。あったやつだけ言っていいですか。ほとんどないんで。どうぞ。ええ。はい。松田恵子も言いましたよ。 はいで赤い鳥はまさをくだい谷、はい、山博子もいあのニガトリ、はい、やった以上です <laughs> 残念ですね皆様で,でも結構ね貯金がたまったので年明けも総理のいけますよす <laughs> もういいんじゃないかちょっとねもういいかなって確かにこれってでも有名どころですか今言ったやつってでもカモメはカモメはわか,、ね、かりますねそれはわかります増田恵子はあのピンクレディの恵ちゃんですよ はあ。ええ、で赤い鳥逃げたは中森明菜でしょ。つばさをくださいはあのつをください。恋する鶏だったっけ？あれはね昔ね多分お母さんと一緒じゃなくてなんだっけ？んみんなの歌かなんかで使われてたやつで。<ー>この歌好きなんですよ。よよく思い出しましたね。ありがとうございます,すい本当に。お菓子食べてて、うん、曲かけて一時間終わるっていう。<laughs> なんて怠惰な番組って思うんですけどね。いい今日今日は二十二日、二十二日、二十日か。二十九日は休んでくれってちょっと頭を下げられたので。あ、そうなんですか。はい。休んでくれ。うん、<laughs> 僕出てこないといけないので。休むことをお勧めしますっていう強制を受けましたですね。そっか。じゃあ三十分までしか入れないから今年のまとめをまとめ, <laughs> まとめします。どうぞどうぞ。そうでもおなんか。 去年かな去年じゃないかな一昨年かなに1人でやったんですよ年末ぐらいにほほ多分何でか体調不良かなんかでいなくて<へ>去年か6月かみたいなで今年の、あのー、衝撃のトップ10みたいなのを1人でやったっていう思い出があってあ<ー> 1>, 1位があれでしたね 母親につむつむで抜かれるっていう。<laughs> <laughs> 結構な衝撃を受けま、ね、衝撃。まさか母親にゲームで負けるとはって話をしたのを覚えてるんですよ。はい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 。そうでなんかトップ10とかあります？<laughs> ないです <laughs> そう。車乗ってる時に考えてみたんですけど。ああ偉いね。鳥の歌でいっぱいだったのに <laughs> いやなんか全然まとまらないですね。みんなやっぱこういうのまとめる時間を取ってるんですか年末？ あそんなこともないですものまねで前の番組は終わってたので <laughs> ひどいものまねで <laughs> <laughs> そんなもんですよねなです、うんでそんなに考え真面目じゃないのさっきあの千鳥足のお,お父さんとかがすごい歩いてたりとかするんでねいいっすよねここ忘年会全然行ってない今年でめっちゃ喋ってますけどいいですかどうぞ <laughs> お酒を飲んでないって話したじゃないですかはいはいはいで飲んでないんですよで来年まで飲まないまそうそう来年は飲むんですけど、うん、そしてなんかいや酒飲まないから今年は忘年会ないかなと思ってたら関係ないですね人望がないんでした <laughs> <laughs> 別に酒と忘年会関係ないやっていうそんなことない <laughs> みんなど,どういう ぐらい行くんですか平均忘年会数ってどれぐらいですか私も基本的に忙しい時期なのでうん、うん、忘年会ってほぼないんですけど、うん、今年はね2回ありました 2>, 2回ああ、うん、これは1回1回だなで今日国際通りとか行くじゃないですかすごい人歩いてたしで今からも行くんですけど夜とか最近行くんですよおはおは夜しか入れない うん、そしたらもうなんかこいつら浮かりやがってですよね <laughs> こっちは仕事してるのにみたいな週末とか要はだから朝9字歩くとま寝てる人結構いますよね、うん、あいますね普通にいる今も財布抜かれるよって思いながら横目で見ながら,ながらさっきも趣里で若い男が5時ぐらいに酔っ払ってましたよフラフラ歩いてた 大丈夫かしらね年末だからっていう免罪符的なのあるじゃないですか。れってプリン開けてるんですけどね慎一郎がいるうちに開けようと思ってあのこの間からね見て見ぬふりをしていました夏のレモン味のプッチンプリンに続き冬のいちごショコラプッチンプリンを探して、うん、すごい気持ち悪い色してるんだ、ね、気持ち悪いですか。かしそうじゃないですか、えー 桃ゼリーみたいないるじゃない。<laughs> ね、これ多分一人一個だとかなりきついノルマになってしまうと思うので。うんはい、とりあえず。やったー、ありがとうございます。すちゃんとスプーンね、三本もらってきたの、そしたらカレー用の大きいやつもらった。<laughs> これカレー用とかある。多分、そカレー用ですよね。多分カレー用。なんかヨーグルトとかちっちゃいやつ使ってもね、スプーンつけてくださいと、これつけられるんですよね。うん、なんかあんまり納得いかない。 どうですか。下まで行った方がいいよ。多分チョコレートがどうぞどうぞ全然。<laughs> なんか気持ち悪いと思うんだけどな色。いや超美味しい。マジで。<laughs> 多分でもどのプリン食べても美味しいっていうと思うから。<laughs> <laughs> バカ仕立てですか <laughs>。そんなことはない。うん。 え、なんかね、ほら、チョコって言うけど、なんかイカスミみたいな変な色して然じゃん。見えるか、これ、見えないですよね。イカスミみたいなね、変な黒。これでこぼした、めっちゃ。めぐちゃない、飛んでくるかもしれ。はい。はい。はい。え、だすっごい汚い色してたよ、これ。汚い色なの。そのチョコ界では、盗賊みたいな。 ああ。はい、あげる。えー、<laughs> ああ、むせた。<laughs> でもいちご味です。でもプリンはね。プリン味がいいと思います。普通の卵味というか。なんかね、手出しちゃいけないんじゃないかと思って、ずっと避けてて、うん。あ、絶対こう美味しくないじゃないですか。<laughs> 微妙かなと。思う爽やかですね。<laughs> <laughs> そう悪くない <coughs> どうなんですか。普通のがいいです、ね。<laughs> そんな言ったら全部普通のがいいですよ。薄塩が一番ですよ。だからそこに戻るんだって。<laughs> <laughs> <laughs> いやメグちゃんも偶然来てこう <laughs> ねプリンを食べさせられるっていう。なんでしょうでもあのカジュリアっていうグリコのお菓子が。 今年私の中でだいぶんで、うんうん、果汁含有率が結構四十何パーとか,何パーとか果汁って果汁,あの果汁って、ね、汁すっごいいちごの味がするやつなのなんか無言で戻したね <laughs> めぐちゃん <laughs> そんなに好きじゃないらしい <laughs> あれそうあれはすっごいいちごの味がして、うん、美味しかったんですけどそれに比べたら もうちょっとねあの時期は過ぎてるやっぱそん,な,な,んなんていうんですか王子様みたいなのと比べたらそれはそうですけど <laughs> そこ歩いてるおっちゃんと比べたらいいぐらいなんじゃないですか <laughs> ああ<ー>そうですかカジュリアごまのお菓子とかもありますよいろいろあカジュリアありますねそうリンゴといちごがあってもうリンゴもリンゴチップスってあるじゃないですかあれみたいにすごい濃い味のえこれチップス なんかね薄いクッキーみたいなのにチョコレートがついてるみたいなんだけど<ー>いちご味がもう本当にすっごいうまいうんみ,んなみんなコンビニに走りましたからねリスナーさんがあそうそうそうるうそ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 ってくるそう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 っうそう高そう,そうえー、っそねうん安くはない二百何十ないんだけどそう価値はある、ね、まあ年末だからそう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 のかなでもちょっと前からありますね。 そうそう,そう,そうこれねリピートしましたこれと、うん、ポテトチップスのカルビーね海苔、うん、のり塩のトリプルなんか言ってましたね <laughs> トリプルはやばいみたいなはいトリプルはやばい <laughs> あれはね本当にやばい今、あのー、もれなくご近所の種類農協でちっちゃいパック売ってるんでよかったら108円で売ってたんで買ってみてくださいわ <laughs> かりました <laughs>、はい、戻ってきたよすじゃあ食べよう はいこれ食べて帰ろう食べて帰ろうって <laughs> <laughs> 何しに来たっていうね <laughs> プリン食べに来ました <laughs>、はい、あプリンとあと一個その忘年会の人たちの心を震え上がらせることを聞いてきたのでそれ言いに来ましたあ何ですか痛風の話<笑><笑><笑>風が吹いても痛いという,う久しぶりにだから11月末に健康診断行ってお あの結果が出てますけどちょっと話したいことがあるので市役所に来てくださいって言われたで,で, <laughs> で昨日おとといぐらい行って聞いてきたんですけどその役所に呼ばれるのそうそう特定検診ってやつ受けると役所に呼ばれるんですよ指導みたいなやつ、ね、そうそう栄養,栄養士みたいな人がいて、うん、えっと話するんですけどまあまあ,あのなんていうんですかそんなにひどくないけどこことここがまずいので直してくださいみたいなこと言って、うん、興味本位でこの尿酸ってやつ、うん が七っていうのは何なんですかどういう基準ですかみたいなことを聞いたんですよこれが超えると通風になるんですよねみたいなことを話したら七、うん、っていうのはあの血中に溶けるとその尿酸ってやつが溶ける、はい、限界が七なんだとだからそれが七点五とか八とかいくと溶けずに結晶化するら、うんはい、はい、あの塩が溶けきらずにあ残るみたいな水水の中残るみたいなあるじゃないですかあれなくなって えっと残るんですって言って見せられた写真がめっちゃ尖ってるんです <laughs> で血管の中にあの本当にあの針あるじゃないですか縫い物するみたいな針の形してるんでしょそれが血管に刺さると<ー>バッスンバッスンそれで痛いんだよでそれが刺さってその時は痛くないそうです一旦尿酸が落ち着いた時に痛みがバンってくるらしいんですよ怖いわ <laughs> 怖っと思ってそれ脅されたんだ ニあのいやこっち側聞きました <laughs> でそれでただ痛風の友達が結構いるんですよって話をしたんですね <laughs> そしたらいや痛風が出てる人は幸せですって言われて<え>痛みを感じない人がいるらしいんですよ<ー>そういう人たちは悪くなっても刺さってるのに分からないまんま放置するからもっと悪いことになる違う病気を併発したりするんだ、うん でだから痛風の人になったら「ラッキーだね」って言ってくださいって言われたけど言えるかっていう話をそこで <laughs> その問答みたいなことをしてきましただからもうざまあみんな不倫対接種しまくれと思ってひど,ひどいわこの話絶対しようと思ってきました <laughs> お前ら気をつけろって新一郎がやってますよ <laughs> 今居酒屋で聞いてる人たちもうウーロン茶にした方がいいんじゃないのかな クロウロン茶あたりがいいんじゃない。どうせだったら。最近あります。居酒屋にもクロウロン茶とか。多分あると思います。<laughs> ひどいね。お菓子と正反対。<laughs> 正反対っていうか、まあ体にそんなに良くないものの話をする番組みたいな。ああでもプリンじゃないですか。<laughs> <laughs> じゃあ三十分になった。<laughs> <laughs> はい。わざわざすいませんありがとうございます。じゃあ俺の曲かけてもらっていいですか。ああ。 チキンライスクリスマスのことあチキンだから、ね、そうそううまいでもクリスマスかけちゃいますよダメじゃあ鳥鶏ギリギリな感じでいい鳥鶏鶏ってなんかもいですかい思いつかないでしょな,なのにこん,なこんだけリクエストくるからね鳥からケンタッキーってケンタッキーが竹内まりそうですよね <laughs> クーリスうまっすわですよね <laughs> さああったか 滑るって書かれてる。いや俺の中ではもう大爆笑ですよ。チキンライスオッケーです。はい。じゃあ今日わざわざオロックから駆けつけてくれたまあオロックとコザとの距離感をなかなか分かってくださらない皆様も多いかとは思いますがね駆けつけてくれた新一郎からのリクエストをお届けしながらお見送りをしたいと思います。はい。じゃあこれはあれ誰が歌ってるってなってるの。浜田雅俊浜田雅敏浜田雅敏でチキンライス。 drink はい曲をかけたっけかけたかけた <laughs> もう新次郎嵐のように忘年会に向かって去っていきましたね、でも今年最後の放送あえて良かったです新次郎からのリクエストで浜田雅俊チキンライスお届けいたしました鳥の歌いっぱいリクエストをいただいてまして内曲もね、募集しといてないっていう相変わらず横暴な番組ですけれども <laughs> 年、まああのー、島たいで来年が鳥年なのでこのたくさん来ているリクエストは来年に持ち越そうかなと思っておりますがお菓子も食べなきゃいけないのでねでこのあと残された時間でも曲できる限りおかけしていきたいと思います。そしてねあの今いただいてますのが「雪見大福おしるこ味」これねあの,蓋の裏にねお手紙みたいのが書かれてるんですよ。皆様へ 雪見大福おしるこを食べてくださりありがとうございます。皆様にほっこりしてもらいたくておしるこ味の雪見大福を作りました。気持ちが落ち込んでしまう日も何も楽しく感じられない日も大切な一日辛い日も頑張って乗り越えたら幸せが必ず待ってます。ほっこり心が少しだけ癒されたらもうひとん張り今日も明日も幸せへの大切な一日が過ごせますようにいつも応援しています。雪見うさ,ぎさんから メッセージをいただきました。なんか辛い人しか食べ、辛い人が食べるお菓子みたいになってますけどね。<laughs> ねうん、どうもありがとうございますって感じです。でも、これね、あの、間違いない組み合わせじゃないですか。お汁粉とかにも、ね、お餅入ってるんで。これは年末こたつの中で食べると美味しいでしょうね。うん、あの、皆さん、これ、ぜひ、あの、小豆系好きな方はね、召し上がっていただきたいと思います。さあ、鳥の曲。 もう何曲かけられるだろうかあれですけど相川七瀬の曲聞いたことないんで聞いてみましょうかえっと高田組ファンさんからいただいてたリクエスト相川七瀬で鳥になれたら はい、お届けしましたのは倖田組ファンさんからのリクエストで <laughs> 相川七瀬鳥になれたたたらお届けいししま曲どころじゃなくてですね、うん、今日とにかくお菓子が盛りだくさんなんですけどまあ,あのプッチンプリンのいちごのやつは置いといて、ね、あのプリングルスで最近よく買ってきますけど今日はなんか大きいサイズで期間限定のお菓子が出てるなと思ってみたら、まあ、昔からあるサワークリームオニオン。 ありますねポテトチップスとかでもよくそれにハーブの美味しさをプラスというやつがですねあってちょっと気になったので買ってきたんですけどなんとこれマクドナルドのフィレオフィッシュの味がしますあのタルタルソースのね年末食べたい感じですよね 2>, 2つ3つ買って置いときたい感じですよねフィリオフィッシュ,、ね、ッシュがすうーん。<laughs> 私この間2日連続食べましたけど朝マックで食べましたけどうこれねあのうーんと思った人はまず食べてほしいすごくフィリオフィッシュの味がするポテトチップスなのでぜひコンビニに走ってください多分これまだ出たばっかりですね私今日初めて見たのであ美味しい 関 <laughs> さんが買おうっていうのめったにないですからね。ね、本当に、もういい年を越せそうですね、<laughs> おいしいお菓子で締められたら。あのプリンだったらちょっともやもやが残ってましたね。はあ、ぶっ込んだ、ぶっ込んだ。な,あなかなか割れながら、いい選択をしたら。で、自分を褒めて終わるっていうね、めでたい番組ですよ。ね、最初9人いた あのツイキャスの人たちも今5人に減ってますからねいみちおじさふふんと思ってしまったから明日買います、ね、年末のこれ話のネタにしてくださいこれ絶対不良フィッシュの味だと思うのでぜひぜひ気になる方はコンビニへ走ってくださいさ鳥の歌」皆様からリクエストいただいてましたがあと1曲 CM は2回行きましたっけあと1本残ってる,ってるじゃあ,あ曲行って CM かなまあ、それで ま今年の締めの挨拶をえ言いたい考えようと思いますお菓子食べながらねさあ今日の最後の曲になりますテント頑張ろうかいさんからいただいてたリクエスト県直子でカモメはカモメ はいお届けしましたのはストお届けいたたししましたイミッチおじさんが鳥の話ばかりしてるからナミさんがグーグーがもに見えてきたっていうことでなんでね私が考えてることがわかるんだろうってちょっと思ったんですけど前の番組からねまあまあその前の、まあ、あーちゃんの <laughs> 番組からのものまねのお話で我が水色会はなんかちょっとざわざわしてるんですけど 私何のものまねができるかなって車の中で考えてしたらねあのやっぱ「グーグーガモ」だったんですよたまたまねでちょっと一回やってみたって、ね、車の中で一人でねそうそう, <laughs> そう,そうだから練習必要勇気も必要だけど練習も必要ということでやってきましたけれどもまあ来年はね3人揃ってお送り でできる回数が少しでも多くななればいいかなと思っております今年は本当にあのリクエストもすごくいただきましたし、うん、差し入れとかあと危ないした食べ物とかもいろいろいただきましたけれども本当にあの皆様からのメッセージリクエストで助けられましたって最後ぐらいちゃんとちょっとねやっぱそむちゃいですよそこまで気が配れるようになるっていうのは。 はい、<laughs> ソムチャイがある限りおかわりください続くかなっていう感じなので番組名変わってもソムチャイがある限りは多分私ここに通い続けるかなと思います。ソムチャイということで皆様今週末クリスマスお酒飲みすぎないように楽しくお過ごしくださいねじゃんけんポン